完璧に、私は日本に没頭しておりました。最初の15年間の最後の、ちょうど5年の時の話があります。1984年か5年のことでした。当時私は京都の北部に位置している岩倉という場所に生活しておりました。一軒家を借りまして、町の中心から離れたところで、今となって結構世界的に有名な京都国際会議場という場所から車で 2,3 分のところにあります。三宅町、三宅八幡という神社はその私の借りた家から歩いて1分のところです。ちょうどある夜の話ですが、節分です。2月4日の、深夜1時ごろの話です。何かによって私は、深い眠りから目覚めさされまして、それが音でした。何か不思議な音が耳に入ったような記憶ですが、突然、その木の棒があるとしたら、その木の棒を割ったような音ですね。例えば両手で持っている棒を膝で持って、一発で割る、その音が目に入ります。耳に入ります記憶ですね。なんかおかしいなと思って、でもこんな音あるわけないと、なんか幻じゃないかと思って、もう一回寝ようと思ったら、もう一回その不思議な音っていう音を聞こえて、なんか絶対おかしいなと思って、ベッドから起き上がりました。ベッドの中にいたのは私と妻と、それと2人の男の子、カイ君とタオ君ですね。2歳か3歳のカイ君、1歳ぐらいのタオ君、私たちのベッドと一緒に、寝ていて、隣のベッドルームに当時8歳ぐらいのマーちゃんというマーサの長女が寝ていたわけですが、その寝室のドアを開けた瞬間に私の、被災の話が始まります。なぜならば、火の海は目の前にあったからです。とんでもない火の海でした。その私が聞こえた音は、1階のもうすでに燃えている最中の状況の中に、家の柱が割れる音が私の耳に入ったわけなんですね。すごいタイミングでした。もしあの音が私の鋭い耳に入ってなかった、認識されなかったとすれば、私たちは全員は死亡したことになったわけです。後日となって消防署の専門家に聞かされたのは、死亡率が一番高い、火事での死亡率が一番高い、時間帯は午前1時から3時です。なぜならばその間は